皆さんこんにちは、アフローマスクです。今回はですね、今年の9月下旬にですね、ブリッジヴァンガードから通販で販売されるスライムカレーですね、今画像映っているかと思うんですが、こちらが発売されるということで、ちょっとアフロマスク自分でオリジナルスライムカレーですね、今回は作ってみたいと思います。はい、ということで今回まず用意したのはこちらですね。はい、何の変哲もないレトルトカレーです。で、スライムの青さを出すためにですね、今回は Amazon でこちらですね、購入しました。あ、逆だ。はい、食用色素青、いいですね、この業務用っぽい感じがかなりいいですねはい、これをレトルトのカレーですね、混ぜてスライムカレーを作っていきたいと思います。まだ箱開けてなかったですよね。だいぶ小さいです。だいたいこれで700円ぐらいかな。よいしょ。あ、こういうこれぐらいの量ずつ入れろってことですかね。サジで、これが中身ですね。どうやったっけな、これ。あ、怖い、バッと出そう。おお、すごい青いいやー、毒々しいですね。普段はこれ何に使うんですかね。青なんて食べ物に使えますかね。よいしょ、いいとこ。匂いとかすんのかな。無臭ですね、何にも匂わない。まあとりあえずこれをちょっとレトルトカレーとですね、混ぜてやっていきたいと思います。はい、こちらですね、こちらにちょっとずつ食用色素の青ですね、入れていきたいと思います。ちょっとどんぐらいで青くなるかっていうのは全然わからないんで、試しにこの小さじ1杯分ずつですね、入れていきましょう。青1杯目、よいしょ。うわー、すごい。あ、こうしてみるとすごい青いのが分かりますね。はい、じゃあこれちょっと混ぜてみましょう。いやー、これやっぱカレーの色と混ざるとやばいことになるかな。うわー、すごい。あ、すごいですね、小さじ1杯でだいぶ色が変わった。ぎーこれはすごいな、見てください、これやばいですね、色が。なんていうかスライムの色じゃないですね、完全に毒物の色になっちゃいましたね。ちょっとやばいですね、この色はあー、やっぱあの写真みたいな真っ青な色にはなんないんですかね。これで、よいしょ。さあ、これでどうなるか。これでダメだったらもう諦めて、これでもう作りましょう、スライムカレーよくアニメとかに出てくるこう魔女の料理ですね、完全にひえダメですね、色は全く変わらないですね。これ見えます、完全にグリーンですね混ざっちゃったな。この色素、食品色素って致死量とかないですよね結構入れちゃったけど大丈夫かな。かなり毒々しいポイズンスライムができそうです。
じゃあちょっと盛り付けに行きましょう。はい、ということで飾り付けですね、スライムカレー。こんな感じになって、あ、よく真っ暗に見えるんですが、これグリーンなんです、グリーン。相当濃いグリーンですね。はい、まずはですね、こちらのスライム型に形を整えたご飯に先ほどのルーですね、エバーグリーンのルーを乗っけて形を整えていきましょう。よし、じゃあいきます。じゃあこれをまんべんなくやっていきましょう。うわ、ちょっと色が濃すぎたかな。すごい色合いですねこれ。顎を薄くするとグリーンが入るな。匂いは完全にカレーですね。盛り付けはこんな感じかな。うわー、青だ、青じゃないグリーンか。さあこれに、ここら辺かな、ちょっと目がでかい気がするな。よし、固め。もうちょっとこの真上から見たらいい感じだと思うんですけどね。はい、もう片方の目ですね。あ、いけない、ついちゃった、緑が。あ、ちょっと目が黄色だからさらにちょっと怪しい感じになってますね。で次に口ですね。福神漬けで口をちょっと作っていきましょう。いや、可愛い感じにしたいな。あー、これいいですよね、福神漬けの。これ何でしたっけ、これ名前があるんですよね、ちゃんと。これを積極的に使っていきたいな。たらこ唇になっちゃいましたね。いや、ちょっとでかいな口が。そして赤じゃないな、ちょっとこんな感じかな。はい、スライムカレー完成です。毒に侵されたスライムですね。なんか違うキャラにいそうですねこれ。なんか見たことあるぞこのキャラ。これどっかで見たことあると思ったら、あれ仮面ライダーにこんなのいませんでしたっけ。仮面ライダーアマゾンとかなんかそんな感じので。なんかそれに似てる気がするな。はい、ということでだいぶスライムカレーから程遠いカレーとなってしまったんですが、せっかくなんで食べていきたいと思います。はい、こんな感じですね。絵の具みたいな感じになってますね。はい、ということでいただきたいと思います。いただきます。うん、匂いは普通のカレーですね。うん、カレーだ。普通に美味しいカレーですね。うん、ただやっぱ見た目があれなんで、最初の一口目はなんか口がしびれるというか、例えとして合ってるかわかんないんですけど、あの止まったエスカレーター乗ったことある人ならわかると思うんですけど、こういう止まったエスカレーターですね、あれに乗った時一瞬こうクラッとする感じにすごい感覚が似てるんですよね、なんていうか。薄くかかってるところがやばいですね、色が。わかるかと思いますが、グリーンですね。目で見る情報と食べた味のあれが合ってないのか、ちょっと本当頭が
クラクラする感じですね。不思議な感覚だな。やっぱ食べ物に青って絶対ダメですね。やっぱり自然界でも危険な動植物は原色系ですもんね。完全にこれ危険な色合いだからな。よいしょ、目ん玉もらおう。本当不思議な感覚ですねこれ。うん、やっぱダイエットにいいかもしれないですこれ。はい、ということでごちそうさまです。ああ、やっぱなんかちょっとクラクラしますね。これ色素のあれじゃないよな。多分感覚の問題だと思うんですけど。とりあえずおすすめはできないですね。ちゃんと商品のやつを買って食べるのがいいかと思います。ああ、なんか不思議な感覚です。まあ一度新しい体験をしてみたい方は試してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、以上アフロマスクでした。